Thank you.
もっと頑張るしかない。この町がなくなりそうなのを放っておくわけにはいかないから。今は頼れる大人もいるから。先生、こっちに来て。私と一緒に乗る？冗談だよ。いくらなんでもそれは無理だよね。聞いてる？今めっちゃ真面目な雰囲気なんだから。まったく。お？ご苦労様って？私の努力をよく知ってるって。何それ。何の話？いきなり慰めてくるのはやめて。これは違うの。目にゴミが入っただけよ。でも先生じゃなかったら、私はもっと前に諦めてたかもしれない。何？なんでそんなにじっとしているの？押してくれる？大丈夫じゃないわ。誰かが見てたらどうするつもり？なんでもないわよ。こうやって先生と二人きりでデートしてることがバレてしまったら。